福岡ソフトバンクホークス対中日ドラゴンズのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、さまざまなタイプの1番バッターがいると思うんですが、小宮山さん現役時代どういったタイプの1番バッターが嫌なタイプでしたか？ボールをしっかり見てくる選手っていうのはやっぱり誰がマウンドにでも嫌なタイプの選手だと思いますけど、ではこの1番バッターはどのようなバッティングしてくるんでしょうか。これが2球目。いいボールですね。あっという間に2ストライクです。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。掘ってワンアウトです。バッターは2番に入っている近本。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上千賀、そしてキャッチャーは梅野。このバッター、いいまっすぐですね。インローを指にかかったストレートで空振り。ノーボールツーストライクです。インサイド変化球外れます。さあ勝負してくるのか。引っ張った、レフトへ打球伸びる。吉田が掴んでスリーアウトです。さあこれからドラゴンズが守備につきます。そしてバッターは塩見。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。打ちました、取りました、アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている坂本。沢村、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ワンアウトランナー一塁です。バッターは3番の浅村。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は何で来るか。初球は打ち、できれば低めを打たせてゴロにしたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。2球目打ちました。これはセカンドライナー。バッターは4番柳田。2アウトになっています。打ちました、セカンドうまくさばいて1塁アウトで3アウトチェンジです。2回になります。ドラゴンズの攻撃、打席には4番バッター大島。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、この場面はどうしても出塁しなければなりませんね。ここはね、確実に行きたいですよね。さあまずは先頭バッターを打ちました、流しました、サード取った、一塁。初球ボール、二球目打ちました、セカンドが取る、ツーアウトになりました。打席には6番バッタービシエド。2アウトランナーありません。まず何を投げてくるか。インサイド見送っています。155キロです。インサイド打ち上げました。打球はセンターへ。2回の裏になります。ホークスの攻撃、打順は5番ソト。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0で最初打った、うまくさばいて一塁送球、一塁アウト。バッターは DH 丸。沢村、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました、ボールになります。さあ2球目は何か。ファーストライナー掴んでアウト。バッターは7番に入っている中村。ツーアウトになっています。この回の沢村3球でアウト、効率のいいピッチングです。そうですね、見事なピッチングと言っていいと思いますよ。はい、ショートワンバウンドヒットになった、左中間へのヒット、ツーアウトランナー1塁です。打席には8番バッター吉田。ヒットでランナーを1塁に置いています。ライトに持っていった、入れます。
さよなら。